トゥンダラララララララ。あー、惜しい惜しい惜しい。シオンルートシオンルートってあるでしょ、崖の。シオンルートってなんで、そのおギャルゲーみたいな。おかえちゃん、シオン、おかえちゃんのこと好きだよこんな感じでしょ。なんちゃって本気にしたでしょこれシオンルート。でも半分ぐらいは本当だよみたいな、ニヤニヤみたいな乙女ゲームホロライブ楽しそう。乙女ゲームホロライブめっちゃ楽しそう。僕あれやりたい。僕さ、あの攻略対象じゃなくてさ、ヒントのやつとかやりたいんだけどねえ、ヒント屋さんみたいになるじゃん、たまに。主人公の弟とか妹とかのやつ、好感度とかのブック見せてくれるやつ、あれ僕やりたいな。はい、お兄ちゃんみたいな。今シオンとアクアと、コロさんは爆弾を抱えている状態だから、早く爆弾解除しないと大変なことになっちゃうよみたいなやつやりたいあの妹ポジやりたい。あのギャルゲーの好感度を教えてくれるやつやりたい。そう、セーブとかのやつ、セーブするみたいな、あれやりたいね。そう、あれやりたいね。うん、バッドエンドだった場合は、僕はでもほら、みんなの妹設定でいるから、僕と結ばれるエンドみたいなお兄ちゃんはしょうがないから僕と結婚しないとだねって言って、僕と結婚するルート、実は隠しルートでそうそうそう、謎に妹だからね。ねえ、いいねバッドエンド不可避そうそうそう、うん血のつながりはない。あ、そうそう、それはバッドエンド確定になった、バッドエンドっていうか僕ルート確定になったら、兄ちゃんみたいな、実は僕とお兄ちゃんって血がつながってないんだよねってちょっと匂わせられるやつねで、えみたいな、だから別に僕お兄ちゃんと結婚しようと思えばできるんだよね、ところで今日のみんなの好感度はこれだよみたいな匂わせてくる。バイバーイ。 Thank you for watching. 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 Thank you for watching.